こんにちは。ホテルのクラブラウンジ中毒継続中、梅です。高級ホテルのエグゼクティブラウンジでまさかの争奪戦、タジタジだけど私だって負けないわよ。どうせなら楽しまなくちゃ。ゴー。新橋駅です。新橋駅から徒歩7分、最寄り駅ならゆりかもめに乗り換えます。都営大江戸線ゆりかもめ線、汐留駅徒歩1分。さて今回のプランは、本ランド東京エグゼクティブシティルーム、ラウンジアクセス付きです。栃木同行のためタクシー、たった数分420円で到着。汐留駅からはこんな感じ。改札出て浜離宮方面、表示に従って下りエスカレーター。コンラッドホテル東京は2005年7月1日開業。コンラッドホテルズの格式と和のモダンデザインの融合がコンセプト。メインエントランスに到着。見上げる上の方が客室のはず。コンラッド東京。車寄せと反対側のドア。はい、到着。赤いオブジェ。1階メインエントランスとベルデスク。ご案内いただき、28階ホテルロビーへ行くための直通エレベーターへ。ベビーカーも嫌だし、大して歩きもしない孫に、ロビー直通エレベーター3機。ウォールナッツやチークのような焦げ茶の木材、高級感が随所に。天井も高い。エレベーター1階と28階だけ。エレベーターも天井高め。28階に到着。またまた天井高っ、広々。左がフロント、泳ぐペン。右はレストラン。チェックインの間、スタッフがチビの相手をしてくれました。お部屋へ。エグゼクティブルーム最安値部屋にご案内いただきます。客室エレベーター3機。37階までカードタッチ式に変更されるとか。客室フロアの廊下です。カードキータッチでオープン。ホームページによると、都会的な大人の雰囲気が漂うシックな空間。左がバスルーム、右がクロゼット。シック。大きめの荷物置き。ミネラルウォーター2本、46インチプラズマテレビ、コーヒーメーカー、ミネラルウォーターさらに2本、机、スタンド、椅子1脚、レイベッドソファ、電動でカーテンをオープン。シティビュー。右にスカイツリー、正面に高層ビル、下にゆりかもめ。キングサイズ183cm×203cm。 何かいる。我が家のコンラッドベアとコンラッドダックのお出迎え。孫にも大喜び。ガラスから高級感あふれる浴室。ここにも何かいる。和モダン。テレビチャンネルガイド。ベッドサイドに明かりとスイッチ。電源コンセント、 USB ポート。引き出しに聖書と非常灯。窓側ベッドサイド。封筒や宅配伝票、地図、リモコン操作案内など。スタンド。電話機。カーテン、ブラインド操作ダイヤル、照明スイッチ、ドントディスターブ表示、電源コンセント、USB ポート、目覚まし時計、スツール。テレビ下に冷蔵庫。冷凍コーナーなし。ウォッカ、ジン、レッドブル、ポカリスエット、コーラ、エビアン、白ワイン、トニックウォーター、やたかビール、炭酸ジュース、ふう。コーヒー、キットカット、ネスプレッソ、コーヒーカプセル6個。 DVD プレイヤー、リモコン、赤ワイン、ピーナッツ、プリングルス、カップ、ティーバッグ、黒ウーロン茶、緑茶、TWG、アールグレイ。箱の中身は何だろうな。ミニチュアボトルのスコッチ、ウイスキー、ライトアップ、シック、グラス、アイスペール、湯沸かしポット、スプーン、マドラー、ワインオープナー、栓抜き、レッドブル1150円、シック、ゴミ箱、机の上に電話、ホテル案内、ルームサービスメニュー、メモ、ティッシュ、
さらにチョコレート、これは美味しいぞ。4つのレストランとバーラウンジ、スイミングプールは4歳以上、いい椅子、電源コンセント、有線インターネットあり、地震の時の案内、エキストラベッドが入るとこんな感じ。ベッドガードを設置していただきました。子供用アメニティも、ムササビ、かわいい、クローゼット、電子制御セーフティーボックス、容量大、ブラシ、靴べら、なんか良さそう、傘、クッションハンガーに木製ハンガー12、シック、アイロン台、アイロン、スリッパ、シューバッグ、上下セパレート型ナイトウェア、ちっちゃいのも、バスルーム行くわよ、豪華、シャワールームとトイレは独立、ドーンと陶器製バスタブ、シック、金具がピカピカ、2バルブ混合水栓、シャワー切り替えレバー、洗面所、ドライヤー、歯ブラシ、ボディタオル、マウスウォッシュ、バスソルト消毒、フェイスタオル、子供用ソープ、ポンプ式バイレードボディローション、箱の中身は何だろうな、ヘアバンド、コットン、爪やすり、ヘアブラシ、綿棒、糸ようじ、レイザー、シェービングジェル、ドライヤーはレプロナイザー 4D プラス、高級品だーよ、バニティミラー、大きいライト付き丸鏡、シングルレバー混合水栓、ガラスコップ、バイレード固形石鹸、かわいいグリーン、ゴミ箱、ツーボール、電源コンセントとブラインドコントローラー、行くわよ、どこまで下ろすか、羽の角度も調節可能、シック、バスローブは肌触りが素晴らしいフランスのガルニエティエボー、ハンドタオル、ヘルスメーター、奥がシャワールーム、手前が独立式トイレ、とても綺麗、シャワールーム、サーモスタット混合水栓、ハンドシャワー、レインシャワー、バイレードポンプ式シャンプーコンディショナー、バスルーム、ミラーライト、スピーカーのスイッチ、エグゼクティブラウンジアフタヌーンティー、37階エグゼクティブラウンジへゴー。廊下を挟んでベイビューとシティビューの2カ所に分かれています。終日子供も OK です。ベイビュー、北が浜離宮の緑、ビュッフェ台に近いシティビューへ、シティビュー、ビュッフェ台行くわよ。手袋なし、呉竹の手作りおかき、チョコレート、ココナッツクッキー、ツナサンド、ハムサンド、栗のケーキ、ピンクのケーキ、スコーン、プロテッドクリームとジャム、シガフレードザネッティコーヒーマシーン、ロンネフェルトの紅茶、コーラ、ジンジャーエール、ジュース、リンゴ、オレンジ、グレープフルーツ、ペリエ、コンシェルジュデスクあり、新聞雑誌あり、持ってきました。どれも美味しそうでしょう。こんな感じ、ベリー系、ムース系、かわいい系、栗がしっかり入っています。カニの爪あられとかお菓子もポリポリ、ハムサンドからローストビーフサンドになってた。みずきスパ&フィットネス、みずきスパ&フィットネスに向かいます。29階です。ジム、プール、サウナ、ジャグジーは宿泊者は無料、水風呂はなし、ロッカーもあり、とても快適です。引付で部屋番号と名前、以降撮影禁止、ゴー。ジムの利用は16歳以上、18歳未満は保護者同伴、子供のスイミングプール利用は4歳以上、綺麗で快適。エグゼクティブラウンジイブニングカクテル、ぼやきです。混雑時に不正って悲しい。
じゃあ混雑時安くしてって思う。混む週末の方が高いのに。はい、気を取り直して瓶のスーパードライ、炭酸トニックウォーター、ハードリカー各種、和製もあり。ビュッフェ代行くわよ。ピクルス、スティック野菜、ディップ3種類、フムス、ピンクタルタル、味噌クリーム、チーズ2種類、レーズン、くるみ、アーモンド、サーモンと白身、クリームチーズ、鶏むね肉、生ハム、フラン、エビと豆のサラダ、キヌアと豆のサラダ、栗入り炊き込みご飯のおにぎり、バゲットとバター、スパイシーなピラフ、スイカとオレンジ、持ってきました。スパークリングワインと前菜どっさり、美味しそう。時間制限だし、たくさんの人が一斉に取りに来るし、結構大変。すぐなくなって、ホテルの方がすぐ補充されているんだけど、お気の毒というか、それもこれもでもはやビュッフェ代が戦場。ここ高級ホテルだよね。ダメダメ、そんなこと言ってる暇ないんだから。乾杯。ビールでも乾杯。素敵なインテリアと夜景なんかそっちのけ。乾杯。泡いっぱいで乾杯。終了。美味しかったです。お部屋にはターンダウンで氷が届いている。どうもありがとう。恒例のお部屋でおもちゃ遊び、本人曰くもう赤ちゃんじゃなくてお姉さん。お姉さん。エグゼクティブラウンジの朝食。朝食はエグゼクティブラウンジか28階のレストランです。ジュース類はスムージーが加わる。卵焼き、かまぼこ、明太子、枝豆、ふくさ、かつお、山芋、野沢菜、オクラと湯葉の和え物、日向夏、甘酢大根、万願寺の甘辛煮、納豆、温泉卵、スモークサーモン、パプリカリオナ、チーズ、スイカ、オレンジ、メロン、ヨーグルト、味噌汁、なめこ、わかめ、ウコッケイの卵、ポテト、焼き鮭、カポナータ、温野菜、ブロッコリー、カリフラワー、プチトマト、ベーコン、ウインナー、シリアル3種類、デニッシュ、フォカッチャ、スコーン、トースト、バケット、紅茶、ロンネフェルト、卵料理をオーダーで、スクランブルエッグ、オムレツ、エッグベネディクト、目玉焼き、スクランブルベジタブル豆腐、ロブスターオムレツ、最高。シティビュー。ごちそうさまでした。お会計です。会員登録して割引忘れる人いる？チェックアウト後30分ラウンジが使えます。次回はレストランの朝食をご紹介する予定です。ご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。また来てねー。